じゃあ今日はね、はい、ちょっとこれ特別編なんでボッツァ映り込むの許してください、ね、もう昨日もそうですからね。そうなんですよ、もうちょっとね、はい、まあ宿編なんですけど、はい、新年会宿編っていうのやってまして、はい、今からね、はい、ご説明すると、はい、鍵反応悪いですよ。鍵反応悪いで一歩つないだら怒られるでしょう、ね、いや、いいと思います。これほんま閉まんないですよ。これ電池がないだけですか。わかんないですよ、やる気がないんですか、ね、やる気がないのね。え、消えたけど、これ鍵閉まってないですよ、はい、え、やばないですか。え、これやばい。ほんまこれで一歩終わりますよ。はい、え、早すぎんと早すぎんと、ちょっとボツさんなんか、はい、なんか持ってないですか。何を、電池。え、マジ閉まんないですね。さっきもそうでしたよ。あ、これでしょ、開いた。開いたの、開いたの、開いたの、開いたのね。なんで開けたの。いや、ちょっと待ってください。ほんま閉まる。これ開いてるのね。これやばいですよ、はい、開いてる、あ、オーケー、はい、じゃあね、今日のね、新年会はね、とお泊まり、はい、ここなんですよ、はい、ここなんですよ、はい、いや、ここなんですよじゃないですよね。別館ですよね。ここなんですよじゃないですよ、はいはい、ここなんですよじゃないですよ、ね、ここなんですよ、ね、一応ね、あ、ちょっと貸切バーベキュースペース、わー、なんと、なんとなんと、少し こんな立派な、そうでしょう、あんま映せないですけど、あんまり映せないんですか。ちょっと今取り出しが気づいたんですよ、はい、あんま映せないですね。よく考えたらで、よく考えたらもう映せないですね。あんま映せないんですか。ちょっと靴もこのまま行きますよ。ちょっと直してきますね。今日のね、はい、ちょっと髪の毛がボサボサすぎるんで、ちょっとだけ整えていいですか。わかりました。ちょっとだけ、ちょっとボサボサすぎましたね、これ。いや、いいと思いますよ。ちょっとやばいですね、はい、あ。ちなみに誰もいてないんで。はい。ね、また肝と一緒みたいな感じで来たよ。とりあえず、まず一旦ね、はい、一旦ね、マルーさんに、はい、これあのお祝儀企画で、お祝儀企画のあのその日限定グッズ、そうですね、あれはあくまでもお祝儀なんで、はい、送料浮かしたろう思って、なるほど、持ってきたんで、なるほど、送料分も、これ送料だけで数万円するんで、全員の分ね、はいはいはい、会う人にはもう持ってきたろう思って、賢い選択だと思います。そうでしょ、どうせ丸尾さん今日家おれへんねんか、今日届いてもしゃあないでしょ。そうですよね、そうですよ、だからウィンウィンなんですよね。丸尾さんも早くもらえるし、そっかそっか、ということでこれちょっと布団踏んでいいですか、はい、布団、誰の布団かしら、はい、あ、今日これ丸尾さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。おかげで電気工事できた、はい、ほんで、あ、ちくぶりさんもちょっと荷物になっちゃうかもしれないですけど、はい、ちくぶりさんと、ちくぶりさんなんですね。ちくぶりさんです。誰ですかとか言っとったけど、はい、昨日の謎は解けましたね、ありがとうございます、はい、でこれまだ全部じゃない人もいるかもしれないんで、一部の納期的に、あのスウェットは多分入ってると思う。下も入ってます。あ、はい、それは、あ、大丈夫です。ほんでね、問題はね、はい、あと一人、はい、ここに部屋にいないんですけど、関東組のね、はい、高明さんっていうのが、はいはいはい、どっかで寝てまして。寝てるんですか。どっかで寝てるんですよね。そうか、ここにいないですね。ちょっと、あの、部屋の配分もわからんから、どこに寝てるかわかんないですけど、はい、今からちょっとね、はい、昨日あの宴会場の奥行ってました。ちょっとね、怒られる可能性あるんですけど、ですよね、ちょっとね、情報ではもう寝てるやろっていう、そう、ちゃんとしてそうなんで、ちゃんとしてそうなんで、はい、まともそうなんで、そうでしょう。だからね、ちょっと明日の動画ではこれをね、はい、高明さんに無許可で、でこれどうせセキュリティ弱いんで、はい、多少開くと思うんで、鍵閉まっとっても、はい、サンタさん式に、はい、これも高明さんにこれだけ送料1500円ぐらい、1500円の仕事しに行くんで、行きましょう行きましょう、これ今日私損ねたら、はい、結局東京まで送らなくなるんで、それは困ります。困る、もったいないでしょ。それはもったいない、もったいないし、何のためにのかわからんじゃないですか、はい、じゃあ明日の動画もお楽しみに。